会解散後の計画は、6月に解散するアイドルグループキュートのラストシングル発売イベントが行われました。2005年から活動してきた5人、解散まで3ヶ月を切り、今の心境は、なんかこのキュートでいられる時間が少なくなってくると思うとやっぱ寂しいなって実感してます。最近は解散後の活動について、岡井千里さんは、バラエティに出させてもらえなくなることが早かったら次何しようと思った時に、あ、地元でちょっと居酒屋やるしかないなって今思っててで、ちょっと今物件探してます。おたまにコロコロ変わるから最終的にどうなるのか楽しみ。なんか冗談なのかどっちなのかちょっとよく分かんない。ちょっと最近スナックから居酒屋に変えました、ね、っていうのは自分の地元 の、 あの今焼き鳥屋さんがちょっと繁盛してるんですよ、はい、だからちょっとパクろうかなと思って